お連れ様は帰りました。家族ごっこの続きをしに。どれだけ心配したと思ってるの。寂しい思いさせてごめんね。ただいま。お帰りなさい。今日は遅くなるんじゃなかったの？用件が早めに終わったんです。あ、夕食済ませましたか？まだ。よかった。今日はシチューですよ。やった。それとデザートには、もしかして、おお、やった。今月はお仕事頑張りましたからね。俺大金がいい。今日はバカカツがいないから。ただいま。あれ、今日合コンじゃなかったの？もうこの家来て台無し。あいつ今度会ったらギッタンギッタンのケッチョンケッチョンにしてやるよ。っていうかそのふくらのお腹は何？あ、ちょっと食べ過ぎちゃって。ああ、食べ過ぎるとよくそうなるよね。お大事にね。うん。なわけねえだろこの野郎。あ、やだ、隠すじゃないよ。おお、これはちゃんと人数分だからな。あ、どうしたの？ごちそう目の前にして全然嬉しそうじゃないけど。え、そんなことないよ。よし、そんなまこちゃんにはこれをやろう。合コン必勝アイテムだ。ありがとう。え、これは神が成功する秘訣？おはいいじゃん。他にはないの？しょうがねえな。行くぞ。はいはい。おお、なんだこれ。はい、すげえ。はい、おお、はい、おお、まだあるぞ。はい、これ持ち歩いてんだ。狩りを成功させるのは大変だな。大変だぞ。だからまだあるんだぞ。どうぞ。聞こえる？この家で俺を待っていてくれる明るい声。随分と長い間、生きることは空虚だと感じていたんです。あなたの寿命を数え、たった一人で過ごした日々を抜け出して。何言ってるか分かんねえぞ。今やっと寂しくなくなったんですよ。黄昏時の空見つめた眼差し、あの頃は譲れない夢を抱えてた。あら、いつの日もこの胸を
熱くさせるのはまぶたの裏側で消えない思い出。あいつらはまぐれなんてもうはない。何気なくなんて怖い。そう歌いながら変わり続ける。風の中で笑ってたら最後の一秒まで続く熱い想い。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。何ですかこれは。全部清居との大切な思い出があるんだ。ガレージセールやっちゃダメですか。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。清居さんがいらないものは処分しろって言ってたでしょ。大切なものがないんです。大切な人と楽しい思い出を共有できるってすごく幸せなことなんじゃないかな。あれを失うなんて偉そうに人のこと言えないじゃんか。